Coming to you live from the IYG Beauty Academy studios in Fukuoka, Japan. It's time for Quizna Beauty with your host, Ikumi Yoshimatsu. Quizna Beauty. 皆さん、こんばんは。2月7日日曜日9時になりましたよ。クイズナビューティーの時間です。そしてクイズナビューティーメイン MC、イクミンこと吉松イクミです。今夜もよろしくお願いします。<laughs> はい、始まりました。今回のね、クイズナビューティーも興味深い内容でお届けしていきます。そう、あなただけの DNA 遺伝子情報を調べてね、自分だけの、私だけのパーソナルダイエットやトレーニングを提案する遺伝子栄養学を深掘りしていきたいと思います。気になるでしょうほんとね。 へえって思うことがいっぱいなんですよ。楽しみにしておいてください。その前に、まずは今同時配信で Facebook など、YouTube ではない他の SNS でクイズナをご覧の方、今すぐ説明欄のね、URL, URL リンクから YouTube の クイズナに飛んできてくださーい。番組のね、後半にはクイズがあるんですが、あの、コメント欄にね、皆さんの回答を記入していただくことがあります。というか、いただいています。えその際にね、YouTube のクイズな公式チャンネルでしか、 皆さんの答えは集計されません。なので、クイズ、そしてゲーム、プレゼントが欲しいという方は、ぜひね、YouTube のクイズなオフィシャルチャンネルに来てください皆さんの参加待っています !Come on! <laughs> さあ、ということで、今夜もダイアナさんのキルエストキャンペーンをまずは皆さんに紹介させてください。はい。 もうね、コロナ太り、ああ、聞くのもね、恐ろしい。今でもね、でもね、本当にそういう方多いと思います。よく私の周りも聞きます。もう最近太ったという方よく聞きますが、今でも。 遅くない。その、崩れてしまった体型を元に戻すチャンスがね、このキルエステキャンペーンです。このキャンペーン、なんと、快適フィット驚きのブラ体験ができるだけではなく、最後にはね、普通に買うと1万5千円もする、ダイエナさんの補正下着がもらえちゃいます。 キャンペーンとかね、体験って聞くと、その、行くだけって思うじゃないですか。でもね、実は、このダイアナさんのキレイステキャンペーンというのは商品が最後実際にもらえちゃうからすごいんですよ。ちょっとこちら見てください。はい。 補正下着、ダイアジェンヌや美しいバストを作れるリセなど7つのコースから選択ができます。どのコースをね、体験しても最終的には自分の選んだ商品がもらえるのでね、めちゃめちゃダイアナさん。 とっぱらなんですよ。はい。そんなお得なキャンペーン、期限がね、3月31日までなんです。そうなんですよ。ちょっとね、残りわずかとなりました。かなりこちら、やっぱりね、人気のキャンペーンですので、今ね、緊急事態宣言、最中ですけども、それが終わってからとか、コロナが落ち着いてから行こうかな、と、まあ、考えている方はですね、いい方法があります。今のうちに、もう人気キャンペーンですので、今のうちにね、 ウェブで先にスケジュール予約だけを抑えていくことをお勧めいたします。そう、やっぱりせっかく行こうと思ってもね、あの予約でいっぱいですってなってキャンペーン受けれなかったらとっても大変ですので、はい、先にね、スケジュールだけ抑えておくということをお勧めしています。はい、そしてクイズナビューティーにはですね、今視聴者の皆さんのお得な限定クーポンコードがありますので、こちら見てください。紹介します。 はい、こちらです。このコードを持っていれば、本来、1650円のキャンペーンが、なんと50%ビッキー、半額のね、825円で受けられて、さらにね、最後にはもうブラジャーとか補正下着とかもジェルとかいろんなね、皆さんが選んだ商品がそのままもらえちゃいます。キャンペーンは必ず、 ウェブから申し込みが必要なんですが、申し込み方法がこちらです。はい。あの、キルエステキャンペーンのページから、オレンジ色の申し込みボタンをクリックします。そして自分の受けたいコースを選んで、クーポンコードを記入する欄がありますので、そちらに先ほどのクイズナビューティーのクーポンコードを記入してお申し込みください。あとはね、必要事項を記入して申し込み完了となります。もうね、 9ポイントあるでしょうコツコツ貯めるよりね、実は、実は、キャンペーンに行った方が、早く素敵な商品が、より素敵な商品がね、もらえるかもしれないというね、もうめちゃめちゃお得になっておりますので、ぜひこの機会をお見逃しなく予約して、皆さん、キャンペーン受けてみてはいかがでしょうかもうね、ダイヤルマジックをね、ぜひ体験していただきたいと思います。はい、3月31日までの期間限定キャンペーンですので、下の 概要欄からね、番組終了後に飛んで申し込みの URL 貼ってますので、そこから飛んでください。はい。さあ、それではね、コメント拾っていきたいと思います。ムラゼンターテインメントさん、歯磨き粉が届きました。はい。<laughs> よかったです。ありがとうございます。そしてシューフルールさん、今度の土曜日に友達と体験に行こうと思っています。あーら、すごい。嬉しい。ありがとうございます。 そう、あのね、週末もね、あの、サロン、お近くのサロン、あのね、ダイアナさんはね、全国に750店舗ありますので、絶対皆さん近くにダイアナサロンありますのでね、あの、なんか、そうだなとか、都心しかないのかなと思ってる方、ぜひ申し込み欄に、あの、ダイアナさんの店舗一覧がありますのでね、ぜひそちらの方、 見ていただくか、もしくは自分の住所を記入するだけで、あの、おすすめというかね、近くのサロンを紹介してくれるみたいなので、ぜひ皆さん、はい、キャンペーン申し込んでみてはいかがでしょうか。そしてシフルールさん体験談、あの、お待ちしております。はい、それではね、番組の説明の方に参りたいと思います。クイズナは視聴者の皆さん全員が参加できる生配信のトーククイズショーとなっております。番組中に出題されるクイズに、 視聴者の皆さんは自分のコメント欄に回答を書くだけで番組最後にはランキングが発表されます。そして上位入賞者1位、2位、3位の方、そしてラッキービナーの方はね、ダイアナさんより豪華プレゼントが贈られる。もうね、楽しいしかない。もう見て、学んで、答えてウィンですよ、皆さん。はい、リピートアフターミーですよ。見て、学んで、答えてウィン。 そうです。の視聴者参加型のオンリーワンクイズショーとなっております。番組前半はクイズナレポート、そしてゲストへのインタビュー、後半は前半に関するクイズショーの二部構成となっております。プレゼントは上位入賞者に贈られますが、なんとクイズナビューティーにはね、9ポイントという参加するだけでポイントが貯まっていく嬉しい制度があります。20回連続でクイズナに参加をすると、 10ポイントのボーナスポイントを差し上げちゃいます。はい。毎回ね、参加すると、ポイントは必ず貯まります。1ポイントね、溜まりますので、皆さん、ぜひ、上位入賞難しいという方は、コツコツね、あのー、解禁賞を目指して、ポイントを貯めるという手もありますので、そっちの方で頑張ってください。はい。そしてね、えー、今日初めて参加する方、クイズナポイント私も貯めたいという方は、必ずクイズナ登録が必要になります。 概要欄から飛んでいただくか、もしくはクイズなウェブサイトがね、あの、オフィシャルウェブサイトがございますので、必ずそちらの方で登録の方よろしくお願いします。はい。えー、前回のね、入賞者の方、あ今日日曜日だったので、明日届くのかも、まあ、届いている方はね、ぜひコメント欄で教えてください。はい。さあ、5四4 7さん、ともちゃん、誕生日ってよーということで、 そうですね、そう。生玉のともちゃん、今日誕生日ということで、誕生日コール皆さんでやっていきましょう。いいですか皆さんみんないいはい、準備はいい、はい、さあ、生玉のともちゃん、お誕生日、おめでとうはい、ということでね、もうほんと、ともちゃんね、これから一年頑張ってください はい。ということで、え、プレゼントの発想の、プレゼントの発想を言いましたね。はい。<laughs> はい。ぜひね、プレゼント使ってみたよという方もね、感想を教えてください。そして、え、気になるプレゼントですが、紹介していきますよ。はい。1位の方、女性にはこちらです。プラセオリーグラン美容、え、プレ美容液を、そして男性の方には、ディアナージュメンオールインワンセラムを、 そして2位の方、女性の方には、まつげ、エクス、えー、エクステじゃない、まつげ美容液、アイラッシュエッセンス。そして男性にはこちらです。はい。魅力的な男の素肌を作る洗顔フォーム、ディアナージュメン、フェイスフォーム。 はい。そして3位の方には、贅沢処方の歯の美容液、クリアスマイル、デンタルエッセンス、歯磨き粉をプレゼントしております。はい。この歯磨き粉ね、研磨剤を使っていないという、めちゃめちゃ歯に優しい。かつ、ホワイトニングもしてくれる。はい。ということ、あ、これですよね。はい。 ぜひ皆さん頑張ってください。もう1位も2位も3位もね、どれももう本当にもらって嬉しい商品なので、今日も頑張ってください。さあ、商品が欲しいよという方は、ぜひ、いいねボタンよろしくお願いします。携帯電話でね、このクイズナ見ている方は、いいねボタン付け方わからないという方、多数いらっしゃいます。一旦、 コメント欄を閉じていただければ、このグッドボタンがね、この画面の下に出てると思いますので、はい、いいねボタンポチッとして、またコメント欄復活させてください。はい、そして、今、同時配信で Facebook、その他 SNS でこのクイズナをご覧の方、今すぐ説明欄のね、URL から YouTube のクイズナに飛んでクイズに参加してください。ゲームに参加するためにはね、YouTube の公式クイズナチャンネルでしかクイズの回答ができません。 皆さんの参加お待ちしておりまーす。今すぐ来てくださーい。<laughs> はい。ということで、はい。テラニオンさん、今日こそ上位目指して頑張ります。というコメントいただきました。テラニオンさん、頑張ってください。さあ、あのー、テラニオンさん、全問正解するためには、これから入るクイズなレポート。 えー、クイズナビューティーの前半の部分ですね。クイズナレポートをしっかり聞いていれば後半関連クイズも出ますのでね。はい、皆さん耳をダンボに聞いておいてください。えー、クイズナビューティー今回のレポートはめちゃめちゃ興味深いです。はい。 DNA を調べてあなただけのトレーニング法とか食事法、ダイエット法がわかる DNA 栄養学を紹介します。皆さん準備はよろしいですかそれではクイズのレポートに参ります。<music> それでは、ゆきえさん、クイズナビューティーへようこそ。はい、どうも。はい、セントフレア DNA 栄養学の、はい、人生講師、松永ゆきえといます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、先ほども自己紹介の中にあったんですけど、その聞き慣れない DNA 栄養学、セントフレア DNA 栄養学っていうのはもっと、そもそも一体何なのか、そしてゆきえさんはどうしてそれに出会ったのかっていうのをちょっとお伺いしてもいいですか はい、セントフレア DNA 栄養学っていうのは、自分の遺伝子を解析して、そして自分の遺伝子に合った方法で、スポーツを選んだりとか、自分の遺伝子に合ったエステを選んだりとか、自分の遺伝子に合った食事方法を選んだりとか、まあ、遺伝子って自分の個人だけの特別な情報なので、それに合わせたすごく最適な方法を見つけ出すための栄養学です。 でえー、私は今フィギュアスケートのアイスショーの,あのキャプテンをしているんですけれども自分がスポーツをしているにあたってステーキにあたってどうしてもその食事とスポーツって切り離せないところがあって。 で自分もこう、現役生活の時ももちろんそのアイスショーに入ってからも、食事に関してはすごく、あの、苦労してきたところがあったので、自分だけに合った食事方法や体重のコントロールの仕方を知りたいと思って、この遺伝子栄養学を学び始めました。 へーすごい、もうまさに自分の遺伝子情報、自分のカルテを作って、それに合わせたダイエットだったりとか、食事だったりとか、もすべてのことを当てはめていくってことなんですねはいすごいでしょ、すごい。<laughs> いやそれでこの遺伝子って、どうやって取るんですかセ、えー、ントフリアの遺伝子の解析の方法としては、このようなキットがあるんですね。もう薄い 軽いキットなんですけど、このキットの中に、あの専用の綿棒が入ってましてで、それで口の中を粘膜をこす、ね、って採取しますで、それを送って、そしたら解析結果が携帯とか、まあ、iPad とか、そういうので自分でチェックできるようになります。 あのそれで先ほど送っていただいたデータすごく興味深かったんですけどまず最初に14の遺伝子情報というのがわかるみたいなんですけどその中にこうアルツハイマーのリスクありませんよとかこうすっきり朝起きれるタイプですねあなたとか飲んでも酔わないタイプですよとかどんだけわかるのっていうなんか。 もう14の項目だけでもめちゃめちゃ興味深かったんですけどそれって本当に遺伝子ってわかるものなんですかそうなんですよ不思議でしょうもう遺伝子の,あのよく皆さんこうらせん状のなんか思い浮かぶと思うんですけどこのらせん状のこの先っぽのところにその自分だけの情報がたくさん入ってるんですよねでその自分だけの情報って読み解く方法がないじゃない だから解析のキットを使って、まず文章として自分で見て、でも文章で見ただけだったら、なかなかその遺伝子同士のそのリスクの掛け合わせまでがよくわからないわけですよね。うん。中性脂肪を例えば分解する能力が低いですよってなって、で、もうこっちはすっきり 起きるのがちょっと大変ですよみたいなイベントがいろいろ掛け合わせがあるんですけど、まあ、自分で見るのもだしそのプランニングをして自分が例えばうーんお腹を引っ込ませたいなって思うんだったらこういう風な運動をした方がいいですこういう栄養をとった方がいいですとかそういうのを勉強していけるところがまあスクールだったりそのプランニングのいいところですね。 じゃあやっぱりその私ってちょっと太りやすいとかもう食べたらもう即脂肪になるんだよねみたいな人とかあと食べても食べても本当に太りきれないんだよねっていう人いるんですけどやっぱりそういう人たちって遺伝子で決まってるっていうこともあるんですかそそうでですすねあのの最,最初は遺伝子で決ままってますでその後に 横的な生活を整えていくことで自分の思った方向に向けるっていう、はい、その知識が詰まってるのがこの DNA の栄養が、ね、それでその14の遺伝子情報のさらに次のステップとして39種類の菌を調べるっていうこともあるんですけどそれは一体どこの体の何の菌を調べて何がわかるんですか遺伝子の DNA 栄養学ともう一つ腸栄養学って言って腸内細菌について学ぶスクールがあるんですね。でそのあ自分のじゃあ学ぶところでじゃあ自分の腸内細菌ってどうなってるんだろうっていう時に出てくるのが腸内フローラ解析キットっていうんですけど腸内細菌は自分の便から調べます。で DNA と同じように携帯とか iPad で見ることができます。 へ興味深いですね、ちょっとあのこちら、今、39種類の菌で分かること、25のことっていうのを出しているんですけど、めちゃめちゃね、全部紹介したいんですけど、まず私が気になったのは、デブ菌、やせ菌がいるかって、これ何なんですか <laughs> も,うもうこれあの、分かりやすい言葉で書いてますけど、あのもうデブ菌は食べたものをすごくもう、デブの元にしてしまう菌ですね。 <laughs> まあ、痩せ菌はその痩せ菌が自分のその腸の中にいてくれたら食べても同じだけ食べても痩せやすいっていう菌。なので、ヘブ菌が多い人の方は、例えば1 0 0キロカロリーのものを食べても痩せ菌を持ってる人よりも太りやすいし、痩せ菌持ってる人は同じだけ食べても痩せやすいっていう、痩せやすい腸の人は痩せ菌がちゃんといますけど、 デブ菌が多いとすすぐデブになってしまいますね <laughs> いいねやー、それちょっともう聞きたくないけど、じゃあ、野生菌が欲しいっていう方はどうすればいいんですか野生菌が欲しいという方は、まず事前にあった食べ物っていうのを知らなくてはいけないので、まず腸内フローラ解析をして、自分の腸に何の菌がどれぐらいのパーセントいるのかを分からなくしてくださいでそれの結いを見て 自分が持っている腸で、この食べ物を分解できるんだ、そして栄養に変えることができるんだっていうのを知って、自分の腸に合った食べ物を食べていく。 なるほど。すごいですね。あの、めちゃめちゃ興味深いんですけど、もう一個気になるのが、食物繊維を吸収してしまう菌がいるかどうか、つまり、わかめを食べるだけでも太ってしまうかどうかっていう、また、わかめってめちゃめちゃヘルシーで、ダイエット食じゃないのっていう、それ食べても太る人がいるのっていう、その。そうなんですよ。いや、私もこの解析する前に、すっごく気になったのがそのポイントだったんですけど、わかめを食べたら、 それをカロリーとしししてて体に蓄積してしまう菌がいるだそうダイエットをしててやっぱりこう海藻系とかでお通じを良くしようとかいろんな情報がありますけど、まあ、人の自分が持ってる菌によってはわかめを食べたら逆に太ってしまう人っているっていう。 いやーあとちょっとあの美魔女菌っていうのも一体これは何なんですかめめちゃめちゃゃ気になってます私美魔女菌これはあの持ってたらもちろんその女性ホルモンに関係してくる菌なのであの女性的には持ったら嬉しい菌ではあるんですけどどの菌もですねうん人間関係というかバランスで生きているので。 インってされる面と反対側から見たらちょっと注意しなきゃいけない面っていうのがあるので今ョキ持ってたやったーっていう方は今ョキ持ってるのプラスちょっと気をつけるポイントを知ってた方がいい。 なるほど。じゃあ、その、いいことばかりではなくて、まあ、もちろん、マイナスの部分もあるので、バランスよく自分の DNA だったりとか、菌を解,説解析して、きちんとそれに合ったパーソナルな、まあ、食事法、ダイエット法、トレーニング法を組み合わせることによって、こう、最高なパフォーマンスを自分に与えることができるってことですよね。はい、そうなんです。すごい知識なんです、これは。皆さん、解析をね、手にした方がいいと思います。<laughs> これはもしその今見てる視聴者さん、ぜひ私も自分の DNA、自分の長金、知りたいわという方は、どこにどう行けばいいんですかぜひね、私のホームページから、あのールを申し込んでいただいたり、あの解析キットの購入ページの方に進んでいただいたら、嬉しく思います。<laughs> <laughs> その自分の遺伝子学を分かることによって、今まで幸恵先生が見てきた生徒さんの中ですごくこうスピーディーに楽チんンに体重を落とされた方っているんですかあいますね、えー、とまずまあ大体のお悩みが DNA 解析をする方とか腸解析する方は、ダイエットしたいという方が多いんですけど、1ヶ月で6キロですね。 自分の遺伝子に合った運動っていうのも、携帯に出てくるんですね。解析をすると、自分の遺伝子に合った運動が出てくるので、その運動をして、あとは遺伝子に合った食事、腸に合った食事っていうのをされて、1ヶ月で 6kg をとされた方っ,っていうのにえあの、ゆきえ先生のね、素晴らしいもうプロポーションのインスタグラムを拝見させていただいてるんですけど、やっぱり先生も、こう自分の遺伝子情報を知っているから、 常にこうベストなボディを保たれてるってことなんですかあ私あのフィギュアスケーターなので体型をすごくこう見られる職業なんですけども私の遺伝子情報は残念ながらですねあの中性脂肪が分解ででできなななないい遺伝子です、ね、<laughs> なのにそんなすごい素敵な体でやはりこうなんとなく長年の経験で自分は太りやすいんだなっていうのはなんとなくは分かってたんですけど。 この、やはりかっていう感じで。あの、だから中性脂肪が、じゃあ分解しづらい遺伝子を持ってるっていうことはもう現実として変えられないので、でも体型は維持していかなきゃいけない。じゃあどうするかっていうことで自分の、あの、アイスショーの生活に役立ててますけど、もう中性脂肪を分解できない人っていうのは、うーん、お腹がちょっと出やすいんですよね。ほこリンって。<laughs> お腹が出やすいので普通の人だったらお腹が出やすいからじゃあ腹筋してお腹を引っ込ませようってすると思うんですけど中性脂肪分解のリスクを持っている方っていうのはお腹を引っ込ませるときは腹筋じゃなくてちょっとね飛ぶ運動の方がいいんですよね。縄縄跳びですか縄跳びびでいいですすかかといいね <laughs> ブランポリン とかトーク運動の方がねいいんですよそれではゆきえ先生まだ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 お話続きたいんですけどもクイズナビューティ限りがございますのでえぜひ皆さん気になる方は下の方に概要欄貼ってますのでそこから飛んでみてくださいそれではゆきえ先生ありがとうございましたはいありがとうございました美しい <laughs> ありがとうございます <laughs> 皆さんどうでしたかなんかね、もうぜひ調べたいという声コメント欄でいっぱい見ましたけど、やっぱりこうデブ筋、痩せ筋っていうのは調べたいところですよね。<laughs> なんか、デブ筋しかいない気がするなんて書いてらっしゃる方もいらっしゃいましたけど、あとね、お腹がこうポンポコリーンと出てる方はぜひ、腹筋ではなくてね、この運動がいいらしいです。 はい。覚えておいてくださいね。すごくためになりましたよね。もう DNA を調べて14のね、わかること、その中にもね、アルツハイマーに、こう、な、なるのかリスクがあるのかとか、あと、すっきり朝起きれる人なのかどうかとか、そういったことまでわかるっていうのは、かなり興味深いですよね。はい。ということで、ちょっとコメント拾っていきましょう。 はい。テラニオンさん、キットで14項目がわかるっていうのはすごいと、本当にすごいですよね。あと、マミッツさん、デブキンかわいいと。<laughs> もうね、デブキンがいるという方は、そのキンと友達になって、それを知った上でね、ちゃんとエクササイズをやれば、素敵なスリムの体型を維持ができるということなんでね、あの、そんなに恐怖に怯えることはないと思います。はい。 あと、イクミンは美魔除菌が多そうとね、ユミサイゴーさん。いやー、美魔除菌欲しいですね。調べてあったらちょっとガッツポーズしたいですね。はい。ということで皆さんコメントいっぱいありがとうございます。さて、クイズに入る前に、今同時配信で Facebook、その他 SNS でこのクイズナビューティーご覧の方は今すぐね、はい、説明欄の URL リンクから クイズナのオフィシャル YouTube チャンネルに飛んでゲームに参加してください。はい、この後ね、クイズになりますのでね。はい、クイズに参加するためには、残念なき、残念ながら YouTube の公式チャンネル、クイズナのチャンネルでしか回答ができませんので、皆さんお待ちしております。今すぐね、飛んできてください。 さあ、それではクイズの説明に入りたいと思います。クイズナビューティーのクイズはね、全部で10問あります。最後の10問目は視聴者の皆さん、育民からの質問、出題クイズとなっております。クイズもね、私出題したいよという方は、ぜひ、クイズナオフィシャルウェブサイト、クイズナ .com にて出題ページがありますので、そこから出題してください。リンクは下のね、説明欄、概要欄に貼っています。 さあ、それではクイズの回答の仕方、練習問題とともに、例を見ながらね、見ていきましょう。はい、練習問題。例えば、イクミンの好きな色はと出たとします。クイズなビューティー選択肢は4択あります。1、2、3、4のね、4択があります。皆さんは、自分のコメント欄に自分が正しいと思う選択肢の数字、半角数字、1、2、3、4。 と、スペース空けて、そのまま表記されている日本語の回答をコメント欄に書いてください。こんな感じですね。はい、そうです。私の好きな色は青でございます。ちょっとね、難しい選択肢もあるかもしれませんが、そういった時は、あのー、今までね、テスト配信何度も重ねてきました。そして、えっ、ー、と、サーバーの方がですね、選択肢の1234の半角数字だけでも、 半角筋ですよ。半角筋だけでも回答を読み取ってくれる場合がありました。ただこれはオフィシャルな回答の仕方ではないので、えー、ちょっとおすすめすることはできないんですけども、そっちの方が回答の速さはね、スピーディーに回答できますので、そこは皆さんにお任せしたいと思います。はい。そしてクイズが終了するとランキングが出ます。上位3名の方にはクイズナビューティーから素敵なね、プレゼントがありますので、皆さん頑張って狙ってください。 はい。クイズナビューティーのね、順位の付き方というのは、早く正しい回答をした順にランキングが出ますので、早いもん勝ちです。そして、今夜のラッキーウィナーを紹介していきたいと思います。今回はかなりスペシャルですよ。前回のラッキーウィナー、5四4 7さんの粋な計らいで、前回もね、あの、前もラッキーウィナーになったことがあるので、次回のクイズナに、その、 クイズナビューティーにね、譲って、プレゼントをまだもらっていない方へ渡してほしいというね、メッセージがき、この間前回のね、クイズナビューティーの後に、はい、クイズナスタジオの方に寄せられました。なのでね、もうありがとうございます。ゴイゴイ47さんということで、はい、今夜のクイズナビューティーのラッキーミナーはなんと2名いらっしゃいます。最高。ありがとうございます。はい。 ということで、えー、今夜のラッキーウィナーは、いごい四4 7三の4と7を足して、はい、11位の方と、そして一番最後の19位の方2名ね、行きたいと思います。ラッキーウィナーは11位の方と、そして19位の方2名、今夜は行けます。皆さんちょっとテンション高くなってきたのではないでしょうかねえ、ちょっと楽しみ。 狙っていこう。狙っていきましょうね。はい。ラッキーウィナーの方にもね、素敵なプレゼント用意していますので、それでは皆さん、準備はよろしいでしょうかクイズの方が始まります。見て学んで答えてウィン。 さあ、それではクイズのカウントダウンの間に、えー、一番乗りコメント拾っていきたいと思います。さあ、今夜の一番乗りコメントはね、もう KW08123、最初ね、1ってだけね、こう、コメントしてくれましたけど、イクミン後から続けてコメント読んで、ということで、はい。Sunday night q u i z ータ beauty time! Let's go people! ありがとうございますもうね、もうとにかく一番にやりたかったんでしょうね。もう1だけ押してコメントをばーッと。<laughs> <laughs> はい、新手の手段でね、一番乗りコメントありがとうございます <laughs>。一番乗りコメントね、こうやってクイズナビューティーも拾っていってますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、それでは一問目の問題いきます。はい、黒や赤の皮ぶどうに含まれる栄養素は何か フラノボイド、リコピン、アントシアニン、ゼアキサンチンということで、これ噛みそうですね。はい。ブドウはですね、強力な抗酸化作用と長寿の効果もあるレスベラトロールも豊富なので、皆さんぜひね、ブドウを食べるときはぜひ皮ごと食べてください。そしてブドウの甘みはもちろんブドウと すぐにね、脳のエネルギーにもなりますし、そして疲労回復にも期待ができるので、疲れている朝なんかにね、ぴったりです。あの、アメリカではね、よくスーパーに大量のね、ブドウが売ってあるんですが、私の大好物は、これちょっと怖いんですけど、コットンキャンディ味のブドウが売ってあるんですよ。パッケージにね、コットンキャンディーって書いてあって、本当に食べると甘くてコットンキャンディーの味がしました。<laughs> それが大好物でした。はい。ちょっとね、怖いですけどね。そんなブドウがあるんですよ。さあ、答えはそうです。はい。アントシアニンでした。そうです。赤とかね、黒の皮のブドウには強力な抗酸化作用のあるアントシアニンが豊富です。さあ、次の問題。シリカ水のシリカとは酵素、水素、酸素、軽素。 シリカ水最近よく聞きますね。話題です。はい。シリカ水を飲んでいる芸能人の方も多いですよね。シリカ水とは体が必要としているミネラルがいっぱい入ってます。お肌をね、プルプルにしてくれたりとか、あと骨をね、しっかりしてくれたり、あと関節をね、錆びつかせなかったりと、もうめちゃめちゃいいことだらけやんって思うんですけど、美容と健康に最高なお水がシリカ水。 ということです。はい。あの、お水でね、シリカを摂取すると吸収率が80%以上もあるそうです。シリカっていうのは、まあ、年齢を取るともに、まあ、40代以降、40歳以降はほぼ自分の体では作れなくなってしまうらしいので、やっぱりお水とか、あの、口からね、栄養というか、シリカを取っていきたいですね。 はい、皆さん頑張って回答してください。さあ答えはそうです。4番のケイソでした。ケイソにはね、様々な働きがあります。潤いのある髪を保ったり、お肌を作ったり、歯とか骨とか爪を丈夫にするなど、いろんなミネラル、豊富に含んでおります。さあ次の問題。劇場版鬼滅の刃、無限列車編が歴代興行収入1位になる前に1位だった映画は、 千と千尋の神隠し、君の名は、アナと雪の女王、タイタニック。どれもね、かなり有名で、興行収入1位でもおかしくない映画ですね。皆さん、はい、もうめちゃめちゃ話題です。この、鬼滅の刃、見ましたかわからないという方におさらいです。鬼滅の刃というのは、家族を鬼に殺された、かまど炭治郎が鬼に変異した妹、根塚を元に戻すために旅立つというストーリーです。 はい。テレビアニメのね、放送とともに、原作の、まあ、コミックもね、人気が増して、コミックシリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破するという社会現象となっています。そして劇場版鬼滅の刃は、先月、 先月末の時点でもう累計工業収入が365億円を突破しているということが分かっております。お皆さんこれは正解率100%素晴らしい。そうです。答えは1番の千と千尋の神隠しでした。工業収入316億だったそうです。さあ次の問題に参ります。第4問目の問題です。年末に今年の漢字を発表する場所は清水寺、八坂神社、平等院、銀閣寺、 毎年ね、年末に行われるこの行事、今回のね、漢字は応募総数20万8025票から2万8401票を集め第1位となった、やっぱりあの字。 密でしたね。はい。まあ確かにね、間違いないですね。密という漢字が今年の漢字というか去年の漢字だったんですけども、新型コロナウイルスが感染症流行を影響を受けた1年となり、三密という言葉がね、流行りました。そして提唱されました。 なのでね、もう本当にこのコロナウイルスでいい意味でも悪い意味でも生活がガラッと変わった方多いと思います。ただね、今年の漢字、2021年の漢字はポジティブな意味を持つように願いましょう。はい。これはね、結構知ってる方知ってるとかみんな知ってるかな うん。そうです。答えは清水寺です。はい。今年の漢字というのは毎年11月上旬から12月上旬まで募集して、12月中旬に清水寺本堂で結果を発表しています。さあ、次の問題です。はい。第5問目の問題。<laughs> インタビューゲスト、松永幸恵先生のやっていたスポーツは何バスケット、フィギュアスケート、クラシックバレー、陸上。これはクイズな ビューティーのね、クイズナレポートを見ていた方は分かると思います。やっぱりね、全問正解したいという方はぜひ前半部分からちゃーんとクイズナビューティー見ていないとね、こういう問題をドーンと出してきますのでね。はい、それを見ていた方しか分からない問題です。本当にね、今日は面白い内容でしたよね。はい、さあ、皆さん覚えていますでしょうか先生ね、みゆき、あの、<laughs> 違う。 ゆきえ先生、すごい綺麗でしたよね。そう、フィギュアスケーターということで、引退してもアイスショーでずーっと、あの、フィギュアスケートというか、スケートをやっていたそうです。今はね、指導側にわ、あの、回って、いろんな方を、こう、トレーニングしているそうです。でもね、本当に、長勤とか調べてみたいですよね。はい、そうです。だいえー、答えは2番のフィギュアスケートでした。 そうですね。美しかったですね。さあ、第6問目の問題に行きましょう。五臓六腑の、五臓、心臓、肝臓じ、えっと、心臓、肝臓、腎臓、脾臓、あと一つは何でしょうか脳、肺、膵臓、腸。これ難しいですね。はい。五臓六腑というね、 という言葉がありますけども、これは伝統中国医学において人間の内臓全体を言い表すときに用いられた言葉だそうです。五臓六腑の六腑は、胆と、小腸と、胃と大腸と、膀胱と、三性を指すそうですよ。難しいですね。さあ、それでは、五臓は心臓、肝臓、 腎臓そして水臓とあと何でしょうかこれはもうピンとくる方いらっしゃいますかはい、難しいですね。分かれましたね。これは答えは肺、はい、だったそうです。そう、肺、はい、だったんだって、もう分かるかーっていう人いっぱいいると思います。 <laughs> さあ次の問題、7問目の問題。クイズのレポートの中でえ、遺伝子的に中性脂肪を分解しにくい人がお腹をへこますためにするべき運動とは何だったでしょうか腹筋、ねじる、縄跳び、ヨガ。 これもね、遺伝子で決まっていたんですね。はい、こちらの問題もクイズナビューティーの前半クイズナレポートで、ゆきえ先生が言っていましたね。遺伝子をやっぱり知ることで効率よく無駄なく体作りとかダイエットができるというのは、まあスポーツ選手はね、もちろんそうなんですけど、一般人のね、こう私たちでも知っておきたいものですよね。はい。あの、最初にわかる14の遺伝子分析では、 もう、いろんなことがわかりますよね。わかります。めちゃめちゃ興味深い内容です。もし気になるという方は、ぜひね、解析申し込んでみてはどうでしょうか。ね。あと、その、腸内フローラルを調べるのもすごくいいですよね。はい、そうです。答えは、3番の縄跳びです。中性脂肪を分解しにくい方は、飛ぶ運動をおすすめされていましたよね。はい、そうです。飛んでください。もしお腹がポンポコリンの人は、 はい。それでは第8問目の問題です。はい、こちら、ダイアナさんクイズです。2021年1月14日に誕生したダイアナ公式新キャラクターの名前は、ビューティーちゃん、ダイアナちゃん、ダイアちゃん、クビレちゃん。そうなんですよ。今年ね、ダイアナさんの新しいね、キャラクター。 登場したんですよ。これまた可愛いんですよね。はい。1月14日に誕生した、えー、なんとかちゃんがいらっしゃるんですけども、幸せの象徴として昔から縁起がいいとされているうさぎをね、モチーフに長い耳でこう、美容の情報をキャッチ。 綺麗と可愛いのためにいっぱい頑張る女の子ですということで、でもね、うさぎだから一人だと心が折れちゃうなのでお友達と美容の情報を交換しながら一緒に頑張るそうです。可愛いですね。はい。 これはね、ダイアナさんクイズです。クイズナビューティーではね、必ず1台、ダイアナクエスチョンが入っていますので、ぜひ皆さんホームページなんか飛んで勉強して予習していくのもいいと思います。あ、答えが出ましたね。はい、答えは、ダイアちゃんでした。そのね、気になる新しい公式キャラクター、ダイアちゃん見たいという方、ちゃんとね、画像を用意しております。こちらです。はい。 こちらがダイアちゃんになります。3月3日生まれのダイアちゃん、理想のボンキュプリを目指してお風呂でのマッサージが日課だそうです。甘いものが大好きでついつい食べ過ぎちゃうのが悩み、親近感湧きますね。でも嬉しいことがあるとぴょんぴょんとね、飛び跳ねて周りもハッピーにしちゃうダイアちゃんと一緒に ジャンプをするとね、成功をつかめるという噂もあるそうです。そしてね、このダイヤちゃん、なんと、LINE スタンプもあります。はい、そう、こちらね、かわいいでしょう。あの、私もね、日頃、ダイアナさんとやりとりするときはね、もうダイアナさんとの LINE はいつもかわいい、このダイヤちゃんが飛び交っております。かわいいですね。さあ、コメント拾います。村瀬エンターテインメントさん、心が折れちゃう、ぴょんと。<laughs> はい。ダイヤちゃんと一緒に頑張っていきましょう。さあ、次の問題に参ります。はい。第9問目の問題です。はい。世界一高いビルは、台北101、上海中心、ブルジュ・カリファ。そして、最後は、アブラージュ・アル・ベイト・タワーズ。難しい。<laughs> はい。日本で一番高いビルは、高さ300メートルの、 えー、アベノハルカスというね、ビルがあります。このアベノハルカスの展望台は、ハルカス300といってね、58階、59階、60階の3層構造となっていて、気候条件が良ければ、京都から六甲山、そして明石海峡大橋からの淡路島、伊古、伊古間山、そして関西国際空港もね、一望できるそうです。かなり高いですね。 さあ、これもね、まあ、これもちょっとチャンス問題かな。やっぱ世の中にはね、高いビルあるんですね。でもちょっと怖いですよね。今日、高所恐怖症の人は多分登れないでしょうね。最上階ね。そうです。答えは3番のブルジュ・カリファでした。これはね、UAE の都市ドバイにある超高層ビルでございます。はい、ブルジュ・ハルファは 高層ビルランキングの高さ、世界第1位になっております。さあ次最後の問題。カッコの中に入る英語は、you, my day. 君のおかげで今日一日いい日になったよ。という英語の問題です。はい、stay なのか、s t ィオ l なのか、m a ルなのか、t o なのか。さあ。 これよく聞きます。日本、あの、英語でよく聞きますよ。ネイティブの人とね、あの、会話しているときに、いいことがあったりすると、thank you, you, my day って言うんですよね。<laughs> これ覚えとくとね、結構使えるフレーズだと思います。これを言うと、よろ、相手の方もね、喜ばれます。直訳すると、あなたは私の一日を作ってくれましたという意味になります。はい。 なんかね、こう、めちゃめちゃ面白いジョークを言ったときとか、なんかこう、落とし物を届けて、大切なものをなくして、なんかお財布とかこう、帰ってきたとか、そういうシチュエーションのときに、ありがとうっていう感じで言います。はい、答えが分かれましたね。そうです。これは、you made my day! って言います。はい、もしね、いいねを押してくれたら、you made my day! みんな <laughs> さあ、ランキングが出ましたよ。さあ、答え1番はお、トットちゃーんおめでとうございますはい、そして2位が ?MK さんおめでとうございますそして3位が、ゆきんこさんそして4位がはい、中村泉さんおめでとうございますそして5位が、ステイホームふたたびさん !6 位、ゆみさんさん !7 位が、しゅんご 角田さーん。そして、8位が、はい、7さーん。はい、そして、9位が、ジョンソンビルさーん。はい、そして、10位が、数の子さん。はい、そして、11位が、もカプリン118さん。はい、ラッキーミナ11、もカプリンさんおめでとうございます。そして、はい、12位が、ライブクイズ復活してさーん。そして、13位が、 いくゆなショさん。そして、14位が森ゆう子さんおめでとう。そして15位がクークさん。そして、16位、レオタカさん。そして17位がムラゼンターテインメントさん。18位が、ルナエルさん。そして最後、ラッキーウィナーが、あさみ89さん。You made my day! <laughs> いではい、今回ね、えー、っと、おそらくですけども、初参加の方もたくさん入賞されていらっしゃいます。ラッキーウィナーの方も、えー、っと、まだクイズナー登録されていないという方、ぜひ登録してください。出ないと、皆さんの住所がわかりませんので、プレゼント、素敵なプレゼントをね、発送することができませんので、よろしくお願いします。はい、この後ね、クイズナー番組が終了した。 あとはクイズナッ .com オフィシャルウェブサイトに飛んでいただくか、もしくは YouTube の概要欄にクイズナ登録ができる場所がありますので、ぜひそちらの方で必要事項をね、記入していただければ、商品発送というか、プレゼント発送をしますのでね、ぜひよろしくお願いします。はい。そうです。こちらの画面になっております。さあ、そして、えー、コメント拾っていきますよ。 はい。えー、モカプリン1183、5 5 4 7ん素晴らしいと。そうですね。もう本当に粋な計らいで。ありがとうございます。5 5 4 7んね。はい。はい。えー、っと、カズノコさん、名前が残るだけで、よしとしよう。また頑張ります。そう、19位にランキング入るだけでもね。 もう本当にとっても素晴らしいと私は思っています。皆さんに拍手です。さあ、それではえ次回のクイズナスケジュール発表します。次回は2月11日木曜日、お、祝日ですね。建国記念日となっております。皆さんお休みの日もぜひ夜9時からクイズナビューティー参加してくださいね。ぜひね、お休みなのでお友達誘って、もしくはご家族と一緒にもうね、YouTube で はい。やってもらってください。結構ね、私の知り合いの方は、YouTube をテレビに、大画面に映してやってくれている方も結構いらっしゃいますのでね、確かにその方がね、やりやすいと思います。はい。よろしくお願いします。そして、えー、クイズナビューティーはですね、オフィシャル Facebook、そして Twitter もあります。そちらの方でもね、様々な情報を随時アップしておりますので、フォローしていないという方は、ぜひそっちの方もね、フォローしていただくと嬉しいです。 はい。Facebook の方は、アットマーククイズナー。そして Twitter の方は、アットマーククイズナーアンダーバー JP のアカウントになっています。はい。ぜひ、えー、よろしくお願いします。はい。そしてコメント拾っていきましょうね。トークカズさん、今夜は、えー、正解率が高い、育民優秀レベル高し。と、ほんとね。もう育民の皆さん、もう参加者の皆さん、レベル高いですよ。本当に。私ももう、 こんな問題よくわかるなっていうことばっかりです。はい。えー、えー、と、ヒロノガンプラセンターさん、次回木曜日頑張ると。はい。次回ね、木曜日頑張ってください。ね楽しみにしておいてくださいね。はい。ということでね、もう今日も盛りだくさんな内容でしたけど、今日も楽しかったよという方、ぜひね、周りのお友達に。 ぜひぜひこのクイズナビューティーのことをね、あの、伝えていただいてみんなで参加してほしいと思います。はい。えー、それではね、いつもの言葉でお別れしていきたいと思います。いいですか皆さん。あ、ちょっとスクリーンショットタイムしましょう。最近ね、前回やってなかったのでね、スクリーンショットタイム、皆さんもね、このクイズナの Q を覚えてください。手でね、Q を作ります。ポイントはあんまり小さくしないで大きく丸を作るとより Q になる。 なりますよ。はい、こんな感じで。スクリーンショットお願いしまーす。クイズナビューティー。<laughs> オッケーですかはい、撮りましたかスクリーンショット。はい、了解です。オッケーです。はい、ということで今日もね、長い間お付き合いありがとうございました。それではいつもの言葉でお別れしたいと思います。見て、学んで、答えてウィンクイズナ、バイバーイ thank <laughs> you